5月31日午後6時、とあるトップトーナメンターが仕事から帰ってきました。よし。なんか雷が鳴ってますけど。ああ、大丈夫かな明日。参ったな。この間までもピーカンでずっと天気予報も良かったのに、この解禁前夜にこの雷で夕立かな。今からどれぐらい降るかですわな。いやー参った。よし。トーナメンター瀬田忠さん、地元日野川の解禁日を翌日に控え準備に忙しそうでしたが、いろいろと聞いてみました。そうですね、まあやっぱりなんていうのかな、お祭りって言ったらあれなんですけど、まあ釣れても釣れなくてもやっぱりその地元の川に行って竿を出してみて、今年はどんな鮎が釣れるのかな、どういう河川の状況なのかな、まあ遡上の鮎の具合はどうなのかなっていうのをこう占うような感じですかね。そんな感じで毎回調校してます。約9月いっぱい、10月までですかね、まあ鮎釣りをして、それでまあ11月、すごい雷、それで11月からは私狩猟もするんで、大体3月までですか、狩猟をして、それで3月から今度渓流釣りも解禁になったりするんで、渓流行ったり。小学生の頃もう、学校に行く前に、朝5時ごろ起きて、もう明るくなるんでね、5時ごろ起きて自転車こいですぐその家の真ん前ですね、そこに自転車で朝行って、登校する8時ぐらいまでの間に、トム釣りして、まあ、5、6匹なんですけど鮎を釣ってから学校に行ってましたね。だから小学校のもう高学年ぐらいからはずっとこんな感じです。はい。何回目の解禁日になるんだろうそうですね、もう約30年近いのかな、そんな感じになりますね。トーナメンターにとってもその日は特別、それが地元の川ならなおさらです。解禁日の朝を迎えました。瀬田さんは荷物のチェックに余念がありません。ありがとうございます。今までずっとこう天気でが続いて、いいコンディションで行けると思ってたんですけど、昨日の夕方すごいちょっと雷雨が夕立が降ってですね、それでちょっと川も今ちょっとまだ濁りが残ってる状態なのかなっていう感じでちょっと心配なんですけど、ね、今までずっと水がね少なかった分一気にちょっと増えたんで、まあなんとか鮎の顔が見れればなと思ってます。はい。前日に降った大雨を心配する瀬田さん、確かに川には色がつき水位も高めです。よし、じゃあここでちょっと毎年恒例なんでおとりを買って、解禁の挨拶を兼ねておとり屋さんに向かいます。ありがとうございます。はい、おはよう。とっさんは、おい、今日するんか。はい、やりますよ。これおかんに渡りたいとこや。いや、おかん、はい、ありがとうございます。大根、大根ここは今日抜いて、今日するんだ。ただし7かける2を取っても、いやいやいやこれなら大丈夫じゃないですか。多分石が見えけんな。うん、石が見えるけん、あ、大丈夫。今までこんだけ下水だったのにね。だけここが20年目だっけ、20年で初めて解禁日できるのがじゃあまあちょっとおとりを、はい、はい、お願いします。分かりました。今シーズンもよろしくお願いしますね。よろしくよろしく。毎年恒例なんでここでおとりを買っていくのが ねせっかく楽しみにされてたのにね、始まったばっかりですから、今から毎日できる人ばっかりです。ようどうかな、皆さん毎日できる人、はい、どうぞ。俺らこう土日しかできないんですけど、じゃあね、このこれぐらいのおとりかな、からまあ今シーズンスタートしていきますんで、まあこれをね
釣れれば順番にこう回していく形になるんですけど、よし、この2匹でじゃあ今年はスタートしたいと思います。アユ釣りの解禁は地元にとって大切な日、シーズンのご挨拶を終え、いざ川に向かいます。釣りの支度を始めます。とりあえずね、解禁当初スタートするのはマイバリはミニマムを使うんですよね。一応これが解禁当初の当たりバリというか、まあ験担ぎじゃないんですけど、私はミニマムでスタートするようにしますね。 OK、 こんだけ針があれば大丈夫。一匹ずつ変えても大丈夫。お、太陽ちょっと出てきたんじゃないですか。よし、やっぱりまだゴミもちょっとあるかな。通常の解禁だったらもうめっちゃ一番人が多いところなんですよ、ここが。八幡橋っていうところの上流になるんですけど、まあ、この八幡橋周辺はまあ天然もやっぱりこう河口から近いんで上がってきやすいんでね。最初のポイントは一級ポイントの八幡橋上流です。じゃあ今日のタックルはですね、水中糸はメタコンポヘビーの、005です。で、竿が、銀栄競技スペシャル T の、そうですね、スペシャル T の9メーターですねを使用したいと思います。で、まあ解禁当初ということで、だいたい私直結の仕掛けが多いんですけど、一応解禁初期はまあつけ糸、下つけ糸ありでやってみたいと思います。竿は銀栄競技スペシャル T 9メートル、水中糸はメタコンポヘビーの 0.05 号、針はスペシャルミニマム6号からスタートです。さあかかるでしょうか。頑張ってちょうだいよ。よし、行ってこい。2017スタート、ホームの日野川です。濁りの中スタート。まだ時間が早いですけど、7時半か。濁りを嫌ってか、辺りに釣り人の姿はありません。ようやく迎えた解禁日、その気持ちは昔と違うのでしょうか。本当、小学生の頃からときめきは変わらないですね。小学生の頃からその気持ちは変わらないようです。まあ、解禁して何日か経つとある程度、ね、あの川はいい、この川はどうだっていう、そのサイズも分かってくるんで、もうそういうのがまるっきりない状態じゃないですか。やっぱりそういう、なんていうのかな、ドキドキ感はその解禁して何日か経ってからの川よりは、解禁スタートの川っていうのはやっぱりそういう不安と期待と両方がこう入り混ざった感じでのスタートになりますよね。期待と不安が入り混じる解禁日、今年に至っては不安が勝ってしまう川の色です。これ20センチぐらいはね、今多分増水してるんで、この辺は多分チャラチャラだったかもわからないですけどね、水は当たってたとは思うんですけど、まだちょっとおとりを見つけにくい色かもわからんですね。これちょっと濃いですからね、膝下の石が膝下になると見えないぐらいですね。とりあえずこの辺でおとり取りたいですね。おそらくヘチに寄ってると思うんですけどね、もう全然渇水で雨降ってなかったんで、で久しぶりにこれぐらい20センチぐらい増水してるんで、おそらくちょっと一時避難をしてると思うんですけど、この辺でおとりが変わればね。アユたちにとって初めて体験する濁りかもしれません。アユが背ではなく避難している可能性、そして濁りでおとりを見つけにくい可能性を頭に入れながらのスタートになります。今日は日本各地で解禁ですもんね、ほぼほぼ。
ピンポイントでこの日野川の上流だけ大雨が降ったんですよ昨年からもうね、なんか意外と俺が行こうとするところ、行こうとするところ雨が降るんですよね、行く前に。なんで水がない河川に俺が行こうとすると結構喜ばれるのは喜ばれるんですけど雨乞いをしてくれともうちょっと早めにしとかなきゃいけなかったですね、地元なんで。日頃の行いはいいはずなんですけどね、どうしてもね、この日野川流域は大山という昔ね噴火してた火山の山があるんで、どうしても甲子園なんかの黒木にも使うぐらいこう黒木がたくさんあって、その大山系の谷筋もね、意外とその黒木の微粒子が谷に、特にこの農繁期になると渇水になるとね、溜まりやすいんですよね。で全然雨が降ってなかった分、一気に久しぶりにねこれぐらいの雨が降ったんで、どうしてもその谷筋からその大山の黒木系のね微粒子の小さいその濁りが入ってくるんで、それが流れ込んでくるんで、ちょっと濁りっていうのがねこう濃いちょっと黒っぽいやっぱり色になっちゃうんですよね。でそんな長い時間昨日の夕立も降ってないんで、昼からぐらいは流れてしまって、ある程度もう少しクリアになってくるんじゃないかなと思うんですけど、意外と上流も降ったんで、ひょっとしたら時間がかかって夕方ぐらいに引き始めるのかなっていう感じなんでね、これがもう少し薄くなって水量あと10センチぐらい落ちてくれば午後からはなんとかなりそうな雰囲気なんですけどね。錦とか連れとんのかな。もうだいぶ楽しい思いをしてる人はいるでしょうねもう7時ですからね、5時ぐらいからやってますからね、もう20ぐらい釣ってる人がいるんでしょうね。いるでしょう、どこかには。くそこの日解禁する他の川に思いを馳せると少し虚しくなってきます。日野が黒、基本は黒っぽい石がいいんですけど、その黒っぽいとかも全然わからないですもんね、これね。あの石を狙っていくとかっていう感じではないですね。誰もみんな入ってこられないですねみんな上から見てます釣れたら入ろうかなみたいな誰も川に入ろうとせんけん今のところ反応はゼロです無の反応ですね、無の反応。どうやって釣ったのか、どうしたら釣れるのか知りたい方は釣りビジョンクラブをチェック。クラブ会員にはもっと釣りが楽しくなるスペシャルな特典が盛りだくさん。釣りビジョンクラブ。